チャマにエリピンが出てる。クソかわいい。かわいい。本当の子いないかな。おるかね、ここに。早い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 。45枚。もう限界だ。お腹いっぱいだよ。あー、スイカをこぼしてしまったんで。やっぱこぼすと当たるんだよね。はい。いやー、一冊だった。クソ。はい、いいよ。バレマンチャンス。もう遅いじゃん。抽選終わってるよ。ダメダメ、もう抽選終わったから。今日100人いて43番引いたの。夜の方は早いのに、待ち合わせには遅れてくるんだね。わかった、早く行くよ。アシストするから早く。はい、じゃあマジカルハロウィン5、打つよ打つよ。普通に喋ります。今日は、マジハロ5で実践していきたいと思います。で、抽選の方が100人ちょいかないて、で43番、真ん中。はい、強制です。めっちゃレア役引きます。はい、では改めて、はい、ありそうですな。青はでも、はい、当たりました。早い、すいません、喋ってる途中で、15ゲーム。また会おうね。私の苦手な6択。もうだって2択すら外すのに。はい、残念。はい、で何度も言いますけど、今日は、並びが100人ちょい。で、私が、43番。で、まあ、ガルパンとか、マジハロー、乙女。この辺をね、打とうと思ってて。で、結構信頼とかでも、まあ、隣にある弾丸論破だったりとか、あと、ハイスクールオブザデッドとかもね、打ちたいんですけど、まあ、なんせまだ打ててないもので、一度も。気づいたら400ゲームハマってます。本当にチャンスなのか？強調だ。チャンス。これは、はい、レギュラーです。432ゲーム、11本。お、ミドルまでいった。一応どうかな、ミドルまではいったけど。よーし、警戒ボイズに来ました。
この音かっこいいわ。よーし、ロスト来た。オッケー、ありがとうございます。はい、やるティーです。やっと入った。はい、行きましょう。カボチャンス、なんかめっちゃ嫌な予感する。でも一番ダメ、一番ダメ。くー、やばいな、ストックもない。まあ、でも青でもナビ来ることあるんです。ストック全部が全部は限らないですけど、もうでも赤じゃない時点であった、あった、よかった。まだまだだよ。うわー、2連で終わりました。いない、マジでいない。やっぱできないんだよね。まあまあまあ、そうだね、上の上ぐらいだと思うけど、なんか言って、なんか言って。え、でもめちゃめちゃマジでリアルなできない原因は本当に出会いがないからだと思う。だってさ、もう同じ生活のループだから、まあ多分どのね、パチスロの仕事だけに限らんと思うけど、だってさ、合コンとかマチコンとか行かん限り出会いってなくない？もう。あー、え、でもうちは それぐらいってか、どれぐらいかよって思うかもだけど、謙虚な人の方が好きだよ。俺くらいくら稼いでるんだぜみたいな、で俺こんな車乗ってるぜよりも、いやなんか俺なんてみたいな。え、でもさ、楽になんかさ、めっちゃ言われるの男の子とかに、なんかもうほんとなんか友達としてはいいけど、本当女として見れんみたいな、そういう位置やばいわ。そろそろ見せ場をくれ、ボーナスを引かしてくれ。よーし、下っ端で消灯してます。うわー、弱っ。よーし、見てください、この強そうな。ほい、移植トーンステージでボーナス当たってるので ART はついてきます。ついてるってか確定したのかな。だからここでカボチャを揃えまくると大量ストックのチャンスってことですね。はい、カボチャ揃えなし。トーンステージで当たってるのでボーナス ART は確定してます。いきましょう。ここからですよ、もうマジで伸ばせてないから今日。今これマジカルスカイが流れてるんで、ストック5個以上持ってます。大チャンスですよこれ。よーし、あーかわいい、こんな可愛い子に言われたらいたずらされてもいいですよね。
もう本当ね、ART 中にボーナス引けないんですよね。いやー、そろそろ危ないと思う。マジでボーナスが引けない。ごめんね、たくさんストックくれたのに。なんだの気持ち、頼む、そろそろマジで頼むわ。ラストステージは上がったけども、よしペロペロスナーカーは大丈夫。ただ継続なだけかもしれない。よし、あーやっとボーナス当たった。負けですね。レギュラーです。次はビッグをよろしくね。かわいい、めちゃめちゃ可愛くないですかこれ。やば、めっちゃハートが飛び散ってる。いや、やっぱね、ちっちゃい子はいいですよ、ほんと。より要素、はい。いやー、なくなった。はい、終わり。だいぶ伸びましたね、400枚ぐらい。いやー、10セット続いたのにな、ボーナスが。でもこのトーステージでもう一回ボーナス当たれば、やれてついてくるから。あー落ちた。私の個人の、番組キュルルン実践機の、最新のとこにある、コメントをねちょっと返していこうかなと思います。服脱製、ちょっとの工夫で可愛くなるんだから頑張れ。確かにめっちゃ言われる。カメラのアングルどうにかならんかったの。いや、これも申し訳ないです、相当私のせいなんですけど。一応ね、カメラマンさんにセットしていただいてから、自分でも一応こうやって向きながら位置とかも確認するんですけど、ちょっとこれは今後気をつけていきたいと思います。カメラマンさんと逐一相談して申し訳ないです。ご指摘ありがとうございます。左に振り返る顔が異常にブス。いや、多分ね、左からね、振り返っても右から振り返ってもブスなんですよ。そこはちょっと申し訳ないです。どっちからもブスなんです。こいつ窓2ばっかだな。可愛いけどさすがに窓2ばっかは見飽きたわ。そうですね、ちょっとこれからはね、いろんな機種を打っていきたいと思います。いろんな機種を打ってね、いろんな楽しいことを伝えるのが一番だと思うので、ありがとうございます、ご指摘。つまんね、いやつまんないのに見てくれてありがとうございます。面白くできるよう頑張りますね。燃えるんならもうちょい台の勉強しよう。そうですね、まあ燃えが好き、燃え消し、偏った燃え消しを打ってるのでちょっと勉強しますね。笑顔がぎこちないのは気のせいかな。うん、気のせいではない気がするな。ほくろ除去したら可愛いからバット押す人いなくなるよ。ちなみにほくろなんて1万かからずに除去手術できるよ。1日パチや我慢したらいけるよ。いや、もう多分今日もう私3個ぐらい取れてますね、今日の麻痺額で。で、ツイッターにもねコメントくださる方なんですけど、こちらの方はで、なんかすいません、ちょっと取るつもりないんですよみたいな。そして結構何通かやり取りしたんですけど、まあね、いつも見てます、応援してます、頑張ってくださいって、ありがとうございます。でもほくろは取りません。まあこんなところですかね。またね、ちょっとわーって返しちゃったけど、またちょっと機会があれば。なかなかね、ちょっとこっちの YouTube のコメントの方は返す機会がなくて、 Twitter とかだったらリップで返せるんですけど、まあ、今回はグラちゃんの主力なんですけど、結構ね、まあ
クランパさんで撮ってる G クエストだったりとか、あとねキルルーンとかも撮ったりするので、よかったら暇つぶしにでも見てやってください。お願いします。ちょっとねもう一回やれてみますね。ただいま520ゲームです。天井が777ゲームなので、天井行って無理やりカボチャンス入れるか。はい、ここでいいですね。はい、天井です。ここで来るのか。さあ行きましょう。天井なので、2セットと、そこからは 25% 以上で継続です。いきなり来たからびっくりした。伸ばすぞ。さあ、あーもう強い。大丈夫です、もう1セットはあります。ただもう1セットあるだけ。でもまだ50枚も取れてないですよ。やっとクレジットがいっぱいになった。とてつもなく嫌な予感がするですよね。うわ、終わりました。45本使って、帰ってきた天井 LT で帰ってきたの49枚です。CV もうこれ下皿もう8枚ぐらいしかないので、はい、ちょっとこのマジハラはやめます。さすがにちょっと厳しいので、ちょっとね、店内の方を回って、まあ45本まくれそうな決勝ショットを探していきたいと思います。あ、はい、ではですね、現在の時刻が4時半過ぎですね。ちょっと店内を見ていきたいと思います。半分ぐらいですかね、ここ持ってるのは。で、2が、この2台出てて、で、この角2の今蓋を持たれている方は、内緒だよが出てました。で、画面も撮らせていただいております。あと、こちら、バーサスなんですけれども、4000回って、20-19、でガスはもう128で、まあ、子役はこせられてないんですけど、まあ、ガサもついてますし、出玉もあり、人も変わってないので、まあね、ここも入ってるんじゃないかなと。まあね、窓前系とかが取れなかったら、まあ、前台とかはなかなかないかなと思うんですけど、まあね、結構ピンポイントで狙いとか絞って、当ててみるのもありかなと思います。はい、あとですね、マジハロ6が4台あるんですけど、3台並びの島とあと1台だけ、別でポツンってある島があって、そこの1台が朝からずっと調子よく出てるので、結構ね、マジハロ6とかは設定に純粋な台なので、まあ、ここもあるのではないかなと。はい、なのでですね、今日はまあ、まとまぎ2が、まあ、確定も出てますし、前代、まあ、人もちょっと変わってきてるので前代系ではないかもしれないんですけど、まあ、2を中心にまどまぎシリーズと、あとはまあポツポツって感じですかね、花火 VS から、1台ずつだったりとか、しっかりねバラエティにも、入ってるホールさんだと思うので、はい、私はちょっとやれてませんけども、まあ、窓まぎとかが取れなかったら、まあ、ノーマルとか、結構萌え系が強いイメージあるので、そちらも攻めてみてはいかがでしょうか。ただいま店内の方を回ってきました。来たのですが、なかったです。まあ、もちろんね、設定の良さそうな確定とか出てる機種は、まあ、はずもなく、まあね、ずっとぐるっと見てたんですけど、結構しばらく、空いてないまたはないので、あとね、ちょっと時間がもう、厳しいので、このままネバトとしても、本日の実戦はこれにて終了したいと思います。結果はこちらです。
実戦終了。公園に来ました。本日朝からマジカルハロウィン5打ちました。投資45本、2250枚ですね。回収ゼロ。破産3枚、マイナス2250枚。投資と回収額が一緒ってことは間違えた。投資と3枚のマイナスが一緒ってことは回収がなかったってことです。回収がなかったってことはそういうことです。ブランコで遊んで気持ちを晴らそうと思います。皆さん今日もご視聴そして遊びに来てくれて本当にありがとう。朝あなたが抽選に遅れるから私が負ける羽目になったんだよ。わかるよね。4万5000あったら何ができる。いけるよね。休憩何回も行けたよね。わかるよね。でもね、たらればを言ったって仕方がないんです。負けは負け、それを認めての編集部です。今日はこのままブランコで遊んで帰りたいと思います。次は遅れちゃダメだよ。いつも早いんだから早くしてね。皆さんそれではまた会う日まで。See you again.